なぜかこのタイミングでカバーを買っている、私。何買ってんの？カバオ。カバオ？カバオ狩り。あ、あいつか。序盤苦労したやつね。どっちが勝つんだろう。あ、あ、あ。さあ、インタビューしに行きましょう。ペイトさん。あれ出てないな。あれ、あそこのやつやれるじゃねえか。よーし、来たぞ。このクランシーシリーズなんだ。ああ、あれだっけ？泥レインボー棒シック対スだっ警け？察。あれも全然出てないな。ディープダウンも全然発売日も何も出ねえな。決勝トカゲ倒してああ、たこっぞ。ち。マジかよ。最高だぜ。そっからね、ホーミングして倒せるんですよね。あれ、上に敵がいっぱいいるのかよ。ハイさパーめんどくて、せえな。狩りの時間だ。なんだ、こいつら。ああ、ちげえ。木の矢じゃねえじゃねえか、これ。うわあー、れ、木の矢だ。雲キモい。雲はあれか。随分と。キモクモス。おお。食らいやすいやつだな、こいつ。よっよこいしょ、し。おいき。クラシックだね、だいぶ。よっこいしょ、おいきいった。俺あ、さん間にが合見当ったらねえんだよな。多分先行ってるんじゃないですか。いや、行ってないです。上だあら、ね。あの、はしごのとこ行ってたのか。悩みを聞いてもらってる。懺悔してた。懺悔してたのか。うん。まだこかつくやつを殺してしまいました。す僕いは一ません体っどうつっすればそれ。殺しても懺悔したら許してもらえるからね。警察に電話されねえのかな、あれ。人殺さしれちゃないだったんでろすけど、されないう。の。いやー、びっくりするよね。マジで警察に連絡したわっつって、神父さんが見えない箱の中で言うんでしょ。反対側で。マジえ、で？マジで？ちょっと詳細や聞ばかくせない？てって言いながらテープレコーダーで強録気音がしすてて。で、出てきたら、おまわりさんいるっていう。君かね？はい、おまわりさん、この人です。あの人、ふざけやがってってなるだろ。今までもうあんなところにいる。俺がスナイプしよう、じゃあ、こっから。ナイス。あ、下のやつも狙えるな、こっから。ビシ。なんだ、俺をもう狙ずっうと出とてしきてているのか？ナイスそキんル。な遅いの当たるかよ。そこにいたのか。そこからよく狙ったね。うん。私の弓はどこまでも狙える。見える範囲でしょ、でこの雲に結構効くな。一つ系が弱点か、こいつら。全然クリザム来ませんね。決勝まあ、トカそうゲ言か。うな。決勝トカゲか。綺麗だからね。よく見ると気持ち悪いな、こいつ。しなびと虫じ黄ゃ昏ねえそうだ。か。虫じゃねえかよ、これ。ずーっと、せい。おーい、お疲れ。お、形跡の塊じゃねえか。
っち行く？下下っちゃう？こっちはなんだ？こっちはなんもねえのか。こっち順路。そっちに。確か入ってる。順繰り行ってみよう。ここでね、ペイトとあれが倒し合ってたんだよね。喧嘩してたんだ。ああ、喧嘩してるよ。で、仲裁せず見守ってたらペイトが勝った。ああ、見守ってたんかい。あれ、やっぱ、仲裁した方がいいのかな？仲裁というか、まあ、どっちに手を貸すかだね。ああ、そうなんだ。ずっと見てたらさ、どうなんだろうと思って見てたら、あの、ペイトが勝った。ずっと見てたんかい。すごいね、泥仕合してたよ。泥仕合で、あいつら、妖艶から。多分私を待ってるなーって思いながら、あの、見てたら、ペイトが勝って。あの、なんか起きんのかなと思ったら何も起きなかった。ペイトにインタビューしようって言って、そこを話聞きに行ったんだけど、なんかそんな別に話したこと言わなかった。ヒーローインタビューみたいな。どうですかどうですかどうですかペイトさん。今のお気持ちをっつって。泥仕合の末。泥仕合あれ決勝トカゲの音がする。やってしまえ。ダメだ。あー、くそダメだったか？ダメだった。クソがー。あ、なんだこいつ。うわ、気持ち悪い。敵いたんか。立ってるやん。クガラじゃないかな。雲に寄生された人間か。クソー。あれ、あそこにもいるじゃねえか。この動かねえやつは一体何なんだよ。お、当たった。あっち行ってみる？戻って。ここ下ると多分ボスの方行くと思う。あの、針山があるから。ここは、どこだっけ？なんか、かがびりとボスのが、どこか分かりにくいんだよな。重くて開かない扉があったよね。重くて開かない扉？うん。確かこっちからじゃ戻れないんじゃなかった。ああ、確かね。なんか、ネズミ返しじゃないけど、ちょっと段差になってて、なんか段差になってて、こっちから降りちゃうと戻れなかったような気がする。ああ、そうそうそう。なんか、こっちはなんだっけ？こっちはなんか、いっぱい、こっから降りてって、いっぱい倒してって、で、さっきのところに通じてる。こいつ、なんか裏にいるじゃん、なんか、雲が。あれ？川崎さんのすぐ足元に雲がいるけど。当たらんな。当たんねえ。あ、全然当たんねえよ。コンビニしないし。幻の壁？私もね、違うな。ここから行かないと。あいつ倒そう。あ、雲動いた。あ、雲が反応したぞ。あれ川崎さんの方行ったか？あ、ここに決勝とかね。あ、川崎さんの方に。ダメだったか。あら、あの、決勝とかねの赤バージョンがいたんだけど。赤バージョンがいたけどね。あれは一体何なのか。あり地獄。あり地獄。赤い3倍なのかな。いてぇあの位置、あの位置ずるいよ。あの位置はやっぱり。ね、この叫んでたけど大丈夫今吹っ飛んだ爆発であ、俺が爆発させたやつかもしかしてごめんなさいねあ、来たよく危なかったアリ地獄に座れなくてよかったよこちら側から開かない あ、なんか来たぞ出てくるぞ石化の人が。うわぁ。マヤ石が。ここだ。あガイラムどこだガイラムあ、遠い面にいるじゃないか。いるいる。車種か。じゃあ近づいて。近づけばいい。車種だろ、お前、どうせ。弱いぞ、魔法めちゃめちゃ食らう。クソ弱え。クソ弱いじゃないか、これ。
ボーガン弱かったな、持ってない。弱すぎだぞ。近づいたらどうということはないね。そうですね。あ、あれだ、お姉さんじゃん。お姉さん。鳥姉がいるじゃん。鳥姉さん、いろんな人形の作ってたのかな。すごいね、胸のところが空いてるからなんか入れんのかな。ソウル入れんのかな。ゴミ詰めとくんじゃないですか。何その発想。やばい。ゴミ箱でしょ、これ多分。パルチザン、おぉ。新しいゴミ箱だな、これ。企業性質だと、バカな。デザイン性の高いゴミ箱だよ、これ。ゴミ箱って言い過ぎ。絶対違うし。よかったか。なんでこんなコッタ作りしなくちゃいけない。頭作らないだろ、ゴミ箱なら。ちょっと入れにくいのは難点かもしれない。入れにくいどころか入れるもんじゃねえって。ゴミ出すときが大変かもね。ビニール袋とか入れたらちょっとビニールが見えちゃうかもしれないな。じゃあね、ふわふわ、ささささっつって。物々交換。罪人の剣。いくだち包丁。お、鉄箱。ああ、あれか。せっかくここに来たのに。アマさん、ここのさ、テキストちょっと読んでみてよ。あれ。で、すごい損した気分になるよね。なんだこの誹謗中傷は。すごい損した気分になったよ。せっかく来たのに。あ、クモ太郎がいたぞ。クモ野郎め。あ、また来た。もう一匹。恥ずかしがってる。恥ずかしがってますね。シャイですね。シャイだな、一匹。おいでよ。ほら、おいでおいで。仲間の死を目の当たりにして帰ってったんだろうな。ルールル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 いや、キツネじゃないから多分来ないと思うよ。ルールル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 もう一匹来てるの。ルルルルルルル。来ねえって帰ってったよ。いいよどうせ弱えし。ホタル。ホタル。いつでも帰ってくんだぞ。こっちですね。ここ開きます。ここは何もないのか。ですよ。何もないな。デブって書いてあるだけだよそっち。そうか。なんてかった。観音扉が。ここ観音扉だったかな。アサインがある。雲だらけじゃねえか。雲だらけだな。外中反応呼ばねえとな、これ。これは一体誰だ。そうですよね。ああ、人見知りのレイさんじゃねえかよ。人見知りか。こいつやっぱりまた反流体なのかな。人見知りだから。人見知りのレイン強いからね。来た。霊体だ。霊体だね、多分。霊体だ。じゃあ最後までお付き合いいただこう。一流。こいつ何持ってんだ。試験かな。わあ、痛い。わあ。助けて。宝箱。どけよレイ、お前邪魔だよ。これが一体なんだ。あれ、渦巻くソウルの塊じゃん。渦巻いてんのか。こっちですよ、多分。ここから帰れなくて。こっちか。やれるか。元二席。元二席。こっちに確かアイテムあるよ。そっちにアイテムだって、ね、本当だ。なんか戦ってる。誰と戦ってんの、これ、レイ。わかんない。
今小出さんに刺し殺そうとしなかったね。なんだとこら。通りかかった瞬間に、ほらと。おら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 。まだ生きていると。すごいな、これ。なんかバイオの敵みたいだな、それ。気持ち悪いよね、あの人。なかなかの異形っぷりがやばいよ。バイオに出てきそうな敵。レイ、ガンバ。頑張れ、レイ。レイ、もうちょっと。いけいけ。勝負やったー。どけてくれるかな、レイ。レイ、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 レイ。アイテム。もうレイなんか飲んでる。あ、じゃあ、え、双眼鏡持ってる。こいつ。双眼鏡持ってるよ。この至近距離で双眼鏡。じゃ。どけよー。レイどけよー。どうしてよレイ。つまんねえよー。通してくれよ俺も。仲間に入れてくれよー。これ確か重くて開かないって言われるやつ。ちょっとマジでどけってばお前。お前マジでクソや、いやらしいやつだな、ほんと。開かない？重くて開かないね。開かないよね。どこ？やばいだ。なんだ？攻撃すれば開くという。ああ、なんかそういう仕掛けか。作業されてる方がおられます。ああ、闇の農夫だ。うん、闇の農夫だ。お前、レイどけよ、お前、通せよ、お前。またか。ハマさんにだけ意地悪だ。お前、入り口に立つなよ。通れねえよ。開かないのか、これ。無言でレイを押してた。うん。周りには、炊きたいんだけど、ないのか。お仕事、大苦労様です。あれ、こっちにいるじゃん。ダークサイドファーマーズだね。うわぁ、橋痛えだろうな、針山じゃないと。そこにアイテムあるんだけど取れないんだよね、針山で。針山だな。なってしまいなさい。おーい、レイ。闇の弾が25発しかない。レイ出番だぞー。全然働かねえじゃねえか、こいつ。あー、レイさんが。あ、レイさん。針山に。ガスガス食らってる。全然食らってないね、でも。すげえな、レイ。タフだなぁ。カリさん、いいね、いいね、男だね。俺もあんま食らわねえけど。ですね。あんま食らわないね。だから何って感じなんだよ。じゃあ私も入ってみようかな。いや、痛くないけどって。じゃあ入り口で立って邪魔しようか。もうやめろ、それは。それだけはやめろ。それをやるんじゃねえ。足つぼぐらいな感覚でね。うん。気持ちいいぐらいですよ。気持ちいいぐらいですね。レイは通さねえよ。お前、お前は来させねえ。レイは覗きまだな。いるな。ここいっぱいいるやん。来た。えい、時間だよ。レイ。ねえ、行ってやれ。レイさん。行ってやれって。
お願いしまーす。お願いします。行かないかい。全然働かねえじゃねえかよ。よし、行けれ。行け行け行け。行け。ファンネル。行け、ファンネル。私のファンネル。完全自立型ファンネル。徳也。あ、後ろ後ろいるよ。あいつはアホなのか。あれ、無反応かよ。なんでじゃあ。ここに確かあるよ、これ。アイテム取った、これ。あ、ほんとじゃあ。au のソウル。あとここ開けると確かに。あ、またもう一匹降りてきた。レイ、レイいるぞ。レイやってしまえ。たぎってんな、レイ。一道。一回やったから、あれか。闇林なの。予感。あ、ほんとだ。農夫じゃねえか。農夫かよ。真っ赤な闇農夫。ほら、来いよ。何もしないんかい。あららら。かわいそうだ、俺。コラボレーション。よし、いいぞ、レイ。どすこーい。どすこーい。もう差しだ。よーし。帰還の国権かよ、そして。よし、行こう。だけだね、ここ気をつけてね、一人一人登んないと、スタックするから。そうそう、スタックするんだよな。あ、おじさんだ。なんだ、今の。ああ。バイオの敵か。行くねえ、レイ。余裕の何もしないで関係ないでしょ。プレスリー時代にここでスタックしたね。しばらく待ってたからね。あの方には申し訳ない。ボイちゃんがあの時できれば相当謝ってたんだから。よし、気をつけないと本当滑って落ちるよね。うん。つるっつって。動きも遅くなるからな。おじさん上に。上にいる？あ、本当だ。やってやる。よし、来るぞ。いて。あとはいねえか。奥から来たら。ああ、一人いるな。レイやっちゃって。レイやっちゃって。やっちゃってー。やれよ。やれよ、もう。やらんかい。よし、いいか。ネトネトする。クッキー。強いねー。一つが強い。この先はね。あったぞ。アイテム。アイテムだ。あの水しか。いないか。いないな。あ、お、いた、出てきた。あ、出てきたか。どうした。クッキー。あー、端っこから上がってる。ん？射撃ポイント？助けて、誰か。誰か、来いって、みんな。やばい。みんな。固まってる、固まってる。おらおらおら。狩りの時間だ。獲物はどこにいる。ハンティングの時間だ。おら。闇の奥、強いな。結構アグレッシブに上がってくるね。あそこにはいるな。せい。
装は。よし。この先からまがまがしい力を感じるぞ。単純に見てわかるからだろ。まあ見てわかるからね。私の角が共鳴しておるわ。来たろうか。妖怪アンテナ的ななんかだったのか。よし、さあ、ゴリさんがアイテム。あれ、こっちにもいるよ。まだいたのか。あ、上にもいるな。俺が攻撃したらなんか上に行ったな。下にいたな。うん。ん？違うか。よし。よし。こんなもんか。まあ、さん、ここのやつ近づかないと、立ちどころにやられてしまうから気をつけてね。近づかないとダメなんですか？遠くにいると。まあ。レーザービームで一掃されてしまう。この邪気は。小森さん、でけえな。岩石、巨岩を意味する。きたー。アラクノフォビアにはたまらないですね。アラクノフォビア。たまりませんね。たまんないよね、このムービー。まあ、その趣味はないだ。どうつけ、フレッディア。あ、間違って、エストリア。フレディア・マーキュリーだな。見て、強えな。こっちは何か、どこを狙うんだ。足。やってくれる。いやいや、口の。死んだ。え、アマさんが死んだんですけど。川崎さんの大物たちが猛威を振るっている。いてぇ危ねぇ、あやっぱ危ねぇ、ギリだったぜ。やれるか。アマさんが死んで、アマさんが死んでしまった。アマさんが一瞬で。溶かされたなぁ。やっぱレーザー？バカな。全然元気な。ああ、レイもいるの忘れた。川崎さん食らってねえぞ、こいつ。ちゃんと頭に当てないと。オッケーオッケー、すまん。やれるか。アマさんが死んでしまうとは。早々に、早々に退場。早々に、やられてしまっていたか。やられたな、マジで。飛んだだと。やばい。者たちを。あ、レーザーだ。じゃあ逆側を攻撃しよう。ほらほらほら、危ね、痛い、足が刺さった。やべ、大物たちやったら、あー死ぬ。やべ、大物たちね、なかなかモーションが長いね。好きでかいよ、あれでかいな。当たるか。もう大物たちしかなくなってしまったよ、私は。大物たち。もうちょっとだ。よし、やった。なんか片方の顔が赤くなるっていう演出はなくなったんだな。ああ、ぐわーっていう演出なくなったね。やったぜ。やったね。あ、出した。ちょっとアマさん早かったな。アマさんが自撃でやられてしまっていた。早かったで葬られたな。